の皆さんを撮らせていただく部企画部です。マジっすか。あ、そんなのやってんすか今。そんなのがちょっと始まりました。我々の事務所。そうです。アミューズで始まりました。企画部始めた。企画部始まりました。だって今我々はね、そうなんですよ、ネットフリックスで12月10日からね、はい、配信する今の国のアイスの、はい、ワールドプレミアイベント、はい、やってきまして、ね、出させていただきました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今からはどちらに向かわれるんですか。まあ、今から一旦終わったので、はい、ちょっと会社に、はい、会社に帰りますよね。帰ります。はい、帰宅中を撮らせていただきます。まあ、会社に帰宅するといえば帰宅だし、はいはい、そうですね、会社に用意しに戻るだけといえば戻るだけだし、はい、そう、帰宅ですね。わかりました。じゃあ帰宅で。じゃあ今回は帰宅ということでしましょうか。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。恋愛もののエチュードだったんですよ。あなた帰宅に話しかけちゃダメだよっていう。いいでしょ。バカな天才。バカな天才パワーワード。本当に紙一重なんです。もっとこれどういうかよ。責任取ってね。今一緒に作品やられてるってことなんですけど、はい、共演は初めてですか。こんなにちゃんとやったのは初めてです、はい、どういう普段は関係というか。事務所の我々のご関係。我々意外とアミューズ歴もねちょっと長めだったりして、でニアミスニアミスを繰り返し、私がね最近まあ、ファッションのお仕事にも関わらせていただけるようになって、まあ、もちろんファッションの世界では大先輩のね、いや三好パイセンがいらっしゃって、まあ、そこのそのコレクションのショーだったり、うん、そういうところで、まあ、お会いすることが増えて、やっと今共演をお芝居でありせできたって感じです。ちなみに初対面っていつ頃ですか。初めてやる本当の初対面覚えてますね。私は覚えています。私の記憶の中の強烈な初対面があるんですけど、なんか怖い。なんかあの当時事務所のレッスンをやっていて、あのお芝居のレッスンで、その時本当に年上の先輩ばっかりで、自分が一番こう若手でこう年齢も若かったのですごい緊張してたんですけど、そこにドーリ君もいらっしゃって、で、まあ、内容がちょっと恋愛もののエチュードだったんですよね。え、覚えてないよね。でも15歳とかの話でしょ。そう、だからなんかこうファミレスでカップルが入ってきて喧嘩して、でもそこで仲直りして最後腕を組んで帰るっていうエチュードだったんですけど、それでたまたま私はペアになって、最後腕を組んで帰るっていうのがどうしてもすっごい恥ずかしくて、もうスーパーゆでだこのような赤面症を発揮したっていう記憶が。そう、この話もね今回病院しっかりして聞いたんですけど、はい、その覚えてた。そんなこともあった気もするっていうのが正直やったので、あんまり覚えてないですよ。いや結構前、もう10年以上前ですよ、下手したら。なのでそこがでも本当初対面だったっていうのはちょっと若かりし頃の思い出ですね。じゃあ出会った頃はお互いどういう印象でした？第一印象というか、なんか自分の中での印象はすごいあんまり喋らない方なんだろうなと思ってて、結構こう自分の空気感みたいなのすごいあるなって勝手に思ってたので、なんかこう安易に話しかけちゃいけないかなっていう風に、ちょっとなんかこう一個なんかいい意味でこう浮いてる存在というか感じでしたよ。それが良くないとこですね僕。本当にそんなつもりはなく、僕からしたら一言で言ったらモデルさんというイメージをいい意味で本当に変えてくださった人なんですよ。やっぱ元々のイメージはやっぱりすごいモデルさんとしてね、お綺麗な方ってイメージがあって、友達にもその本当にがっつりモデルやられてる方とかもいらっしゃらなかった。でその中でも目立つアミューズファッショニスタ吉彩香って感じだったから、正直最初にファッションの仕事で会った時とかも俺結構勝手に緊張してた実は、でそれもそうだし、
本当にこれね、うまくね、誤解なく編集してほしいんですけど、モデルさん僕結構やっぱ怖い印象が多い。結構忙しくされてる方も多いから、それこそじゃあ、ガールズコレクションとかに僕もゲストで出させていただいた時もバタバタだし、全然挨拶もできないみたいな環境の中で、ちょっとモデルさんって結構ピリピリしてるってイメージがあったんですよ。正直そうじゃないと思いますよ。でも僕は勝手にそう思っちゃってる、結構ネガティブなんで。でも最初三好さんが結構話しかけてくださったんですよ。俺本当に申し訳ないの、もうそれに全然答えられてないってなんでなんかそれはなんで答えられなかったの。いや、人見知りなんですよね、ただ本当にもうこの年齢になって人見知りってもう俺ほんとダメだと思います。人としてダメなんですけど、単純に緊張しました。やっぱすごくやっぱお綺麗ですし、モデルさんとしてすごいなって思ってた人が気さくに話しかけてくる。あなた気さくに話しかけちゃダメだよっていう気持ち。いいでしょダメダメ、もっとなんか孤高の存在であれって思うぐらいなイメージが全然本当に、まあもちろん凛とされてるしね、の今もありますけど、なんかモデルさんでも自分のことちゃんと、なんだろう、視界に入れて話してくれる。いやいや超ネガティブ。いや、そうネガティブなんですよ。でもその後何回かそのお仕事であったりとかで、やっとなんかちゃんと話せて、で人となりもちゃんと分かって、あ、すごい熱くてなんか本気の人だって思って。いや嬉しいですね、本当に良かったです。なんかありがとうございます。桜田さんが全然答えてくれなかった時のこと覚えてらっしゃいます？全然そんな印象じゃないんですよ。だってこちらはすごく喋らないクールな寡黙な方だと思ってたから、あ、やっぱイメージ通りの方だなっていうか、そのなんか私の中ではそんな全然マイナスなイメージじゃなくて、本当になんか年齢とかだってドリコの方が年上なのに、なんかちゃんとなんか、あ、お疲れ様ですみたいな感じで、なんかすごい礼儀正しい人だなっていう印象でしたけど、だから心が綺麗なんですよ。そう捉えてくれるって、いや、ほとんどの人が感じ悪いなこいつってなりますよ。思わないでしょ。思うし、僕のなんか、まあ、そんな先輩後輩いないけど年上で同じ事務所でだったらなんか先輩みたいな感じでさ対応したいんだけど、もう本当にもう本当にもう人見知りだから面白いね。やばいの。いやー、そのじゃあ桜田さんのちょっとクールなイメージで、はい、今だとどういう印象ですか？で、今はこんなに話してくださる方だと思わなくて本当だよ。もちろんクールな一面というか、その今日もそのワールドプレミアのレッドカーペット歩いて壇上でこうみんなでトークしたんですけど、その時とかもすごいこうコートを肩掛けして、なんかすごいこうピシッとして決めてて、あ、なんかやっぱこう表に出る時はすごいかっこいい、パフォーマンスをされてるんだなって思ってたんですけど、こう普段こうお話しさせていただく時とかはなんか全然寡黙じゃないし、なんて言うんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、すごい本当本人を前にして申し訳ないんですけど、なんかバカな天才っていうか、バカな天才パワーワード、あ、なんかそうバカな天才がなんかこう本当頭のいいバカが、なんか紙一重、そういう、そう本当に紙一重な人、本当に紙一重な人なんかすごいこういろんな知識とか知っててこう話がやっぱ広がるから、やっぱそこにこうすごく気づいたら現場とかでも結構本当会話の中心に立ってるような方で、でも平気で、でもなんかおちゃらけたこともしてくれるし、なんか急に毒吐いたりとかでもありがたいです。そこまで今おっしゃってくださったことは多分間違ってないことがほとんどで、自分の性格もそう思うし、それをこういうふうにね、ある意味分析してくださって、まあプラスにね、この画面を通した皆様にプラスに聞こえるように言ってくださるっていうのがもうこれがもう私のもう三好彩香様の感謝でしかないどういう会なの？本当これどういう会？もう責任取ってね、アミヤさん。結構来ちゃってますよね。結構来ちゃってる。来ちゃってる。全くやっぱ違う姿が見える。スクランブル交差点の一番ど真ん中にちょっとなんかあぐらをかいてます。ちょっとそういうのあるよね。いや、もう俺今このカメラの前で言えないことしか多分しないけど。絶望でしょ。